続きましてもルーラーシップのボバでございます。本場の母オーラレガーレはあふれんばかりのスピードを武器に短距離戦を中心に4勝を挙げた快速馬であり、また現2歳の半径フィリオデルソルも持ち味のスピードを生かし、門別の新馬戦と JRA 認定のオープン戦を連勝と、快速血脈が開花しつつある中で本場の登場になりました。父ルーラーシップからは豊富なコークの筋肉に加え、回転の速い走法を可能にする体幹の強さを受け継いでおり、それが母由来のスピード能力と激烈な化学反応を起こすことで爆発的な脚力を発揮するはずです。ボバでこの募集価格は大変お買い得であり、購入ラインナップに追加することができれば来年以降の楽しみが増すこと間違いございません。